皆さんこんにちは。今日はレフトホイスクからスタンディングスピンについて説明したいと思います。まずはじめに踊ってみます。1、2、3、1、2、3、1、2、3、1、2、3。もう一度。1、2、3、1、2、3、1、2、3、1、2、3。ここでの注意点なんですけども、レフトホイスクとスタンディングスピンの終わりの部分は一体どこなんだろうっていうのを理解してください。一般的によくやってしまうのは、レフトホイスクはここまで、ここからスタンディングスピンっていうふうに考えてしまうと、どうしても回ってる最中に遠心力が強すぎて崩壊しちゃいます。なのでレフトホイスクが終わりましたという動きが必要です。レフトホイスク、女性の場合は終わりましたからスタンディングスピンをしてください。男性の場合はレフトホイスク終わりましたからスタンディングスピンをしてください。ちょっと一緒にやってみますね。レフトホイスク終わりました。この時にアウトサイドに行けますよっていう準備ができています。そこから加速をしてあげると合わせやすくなります。あまり良くないのは、レフトホイスクしました、ここからスタンディングスピン、これは遠心力が強すぎて2人ともぶわーっと離れていってしまうので、気をつけてやってみてください。もう一度やってみます。レフトホイスク、女性は終わりました、男性はレフトホイスク終わりました。止める必要はないんですけども、ゆっくりからだんだん速くっていうイメージがあるとスピードに乗りやすいです。もう一度やってみます。レフトホイスク終わりましたから回ってあげる。という形です。うまくいった時ほど実際感じるスピードはすごく遅いです、最初は。スタンディングスピンの時に、あ、スピードが速くなってきたっていう実感があるので、ぜひ試してやってみてください。